こんにちは影村です今日はあの神戸の会社で、えー、ユナイテッドコーヒージャパンさんっていうところから販売の何でしたっけ <laughs> カフェグレコエスプレッソブラックの缶コーヒーご一緒にご覧いただきたいと思いますそういたしましたらまず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思うんですがえー、っとちょっと光っ,って見えづらいですよねえっとこちらですコーヒー香料のみということですねあとははそのの下カロリーの方は グラムあたり0キロカロカリーとということですはいえっとこちらがカフェグレッコーさんのエスプレッソブラック缶コーヒーの中身なんですがなんかめっちゃ濃いような気がしますそれではお味の方をチェックしてみたいと思いますねあちょっとこれは濃いな濃いけど効く <laughs> うまいんーと渋み渋みがまあまああの そうですね、ちょっと強い感じで全般的にちょっと濃いですでもあのガッとこうなんていうんリフレッシュですよねシャキッとする感じがいたしますはいすみませんちょっともう一回チェックします、うん、ああ効くなんていうのかななんかコーヒーがグッて詰め込まれたような感じでなかなか美味しいです えっとこれはカンスパさんの方で見つけたんですかねえっとカフェグレコさんっていうあじゃあこれセブンイレブンですすいませんカフェグレコさんのエスプレッソブラックですそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います